はい、皆さんこんにちは。どうもナトです。日頃野鳥観察動画を上げている中でよくシジュウカラが出てくると思いますが、今回はそのシジュウカラ、カラ類について解説していきますよ。それは初めて知った、面白いと感じたら高評価、チャンネル登録していただけると飛んで喜びます。わーい。さて、まずカラ類とは何か。シジュウカラ科に属するシジュウカラ、コガラ、ヒガラ、ヤマガラなどを指しています。今回はこの普段見かけやすい4種類を解説していきますね。ちなみに五十カラ、エナガもカラ類に含まれる場合もありますが、五十カラは五十カラ科、エナガはエナガ科なので今回は省きますね。二人ともまた別の機会で協力してね。まずは四十カラから説明していきましょう。全長約15センチ、平安時代には四十カラ目と呼ばれ、室町時代には四十カラでした。どの時代もカラと入っていますが、カラは鳥を表しています。シジウとは何か、これは鳴き声説が濃厚となっています。さえずりはツツピーと鳴きますが、地鳴きはジュクジュクと鳴いたりもするので、その地鳴きからシジウカラ、シジュウカラとなりました。シジュウカラはカラ類の中でも目撃する回数が多い、親しみのある鳥だと思います。そんな身近なシジュウカラは研究が進められており、2020年時点では20以上の単語を使い、文法を構成し175種の言葉を操るようです。この語彙力から周りの小鳥たちに飼われ、混群を形成するようになったのかもしれませんね。そう妄想するだけで面白い。今後の研究に目が離せません。続いて小柄の解説に入ります。先ほどのシジュウカラは山だけではなく都市公園など街中でも見られましたが、コガラは丘陵地、山林に生息する全長13センチの小鳥です。本当はコガラの類似種のハシブトガラも紹介したかったのですが、ハシブトガラは日本だと北海道にしかいないので今回は紹介をしません。ちなみに頭の黒色に光沢があるとハシブトガラです。北海道に行った際は探してみてください。さて、話を戻して小柄のお話をしましょう。見た目はシジュウカラのようですが、ネクタイはなくお腹は白いです。黒いベレー帽をかぶって小さい顎ひげがあるのが小柄。また他のカラ類とは違い、くちばしが短いですね。この短さを利用して枯れ木に巣穴を掘ることもできます。カラ類は基本的に巣を作りません。キツツキの古巣や樹洞、人工物の隙間などで子育てをするんです。コガラは自分たちの場所は自分たちで作る。カラ類の中でもこだわりが強い鳥のようです。3種類目はヒガラです。どうでしょう、シジュウカラに似てるなって思った人多いと思います。ヒガラは全長約11センチの山地から亜高山帯の森に生息するカラ類の中でも最も小さい鳥です。名前からして小柄の方が小さいと思いがちですが、カラー類の中ではヒガラが最小です。シジュウカラとの識別方法は、ヒガラにネクタイはなくよだれかきがあると覚えておきましょう。ネクタイシジュウカラ、アゴヒゲ小柄、よだれヒガラ。ぜひヒガラを見てみたいと思った方、山に行きましょう。だけどヒガラを観察するのは実はちょっと難しいんです。針葉樹の高い位置で活動することが多くて、出てきてもすぐに別の場所に移動してしまいます。ヒガラの群れを見つけたら、その中にはキクイタダキも混じっていることもあるので、合わせて観察しておきたいですね。次はカラ類の中で目立つ色をしているので識別に迷うことはないでしょう。ヤマガラの解説に移ります。全長約14センチのオレンジ色のヤマガラは物覚えがいいことから、神社の境内でおみくじを引く芸を覚えさせて披露されることもあったようです。平安時代から飼育されていたとされる文献もあるみたいですね。もちろん現在では鳥獣保護法に触れるので見かけることはもうなくなっております。その覚える能力は生きるために培われたもので、ヤマガラは貯食行動をとることが知られています。これは冬になって食料が少なくなる前に秋の実りの時期を狙って取った木の実を
幹や地面に隠す行動です。結構隠したもの忘れちゃうんじゃないかと思いきや、三宅島での調査結果では 98% は覚えており、残り 2% は忘れてしまうとのことです。もちろん地域差や個体差はあると思いますが、ものすごい記憶力を山柄は持っているようです。最後に、カラ類といえばの生態、混群について少し話しますね。混群は非繁殖期にそれぞれ違う種が集まり、行動を共にすることを言います。その混群を形成する中心にはカラ類がよくいますね。そのカラ類の中にエナガやメジロ、コゲラなどが混ざっています。なぜ混群をなすのか。最初にシジュウカラの分法能力を話しましたが、コガラにもコガラ語というものがあります。鳴き声のすべてが他の鳥に理解されているかは分かりませんが、警戒するように、みんな集まってといった言葉は理解できるようで、そのグループの連携を強めています。つまり混群を作るメリットは、天敵を見つけ出す目を増やすこと、そして餌を効率的に見つけ出すための生存戦略なんです。種の壁を越えて何かを成し遂げる、協力し合うその姿を人間も真似しないといけませんね。日本の野鳥コンプリートに向けて、まずはカラ類から見つけるのはどうでしょうか。僕も早く北海道に行ってハシブトガラの撮影をしたいところ。オーストンヤマガラとかはちょっと置いときましょうこれからも様々な野鳥を探して行動を観察していきます。現在の野鳥撮影種数は120種。まだまだ頑張るぞ。それじゃあまた次の動画フィールドでお会いいたしましょう。バイバイ。バイバーイ。